いるなと思ったWe'll be right back.
ハバトラジャズクラブでございます。これからしばらくの時間、私たちは、ディキシランドジャズといいますか、ジャズの中では、ジャズのルーツと言われましたので、1890年から1910年頃のニューオーリンズでですね、できました、スタイルのジャズを、演奏してみたいと思います。今日の昨日今日とやってますけども、こういうスタイルのジャズっていうのはなかなか、あまり聞けないんじゃないかなと。結構ノスタルジックな雰囲気で演奏してみたいと思います。次は、これはちょっとポップス系の曲なんですけど、ハロードリューという曲ですね。ルイ・アームストロングというトランペッターが歌って、ポップスの方でも結構ヒットした曲なんですけど、ハロードリューという曲します。メンバーの方ちょっと先に紹介しちゃいましょう。今歌の方やりましたバンジョーズの歌、松井先生、はい、トロンボン石川信和さん、キーボード三島敦子さん、ベースチャック福沢さん、ドラムス瀬谷哲也さん、
私トランペットをご覧いただけます。ありがとうございます。はい、それでは次はですね、これあのバイミルビストデッションというあの日本語だと素敵なあなたという曲で、結構あのジャズ以外にポップスだとかハワイアンだとかいろんなあのジャンルの、で取り上げられた曲です。素敵なあなた、これを演奏してみたいと思います。Thank you.
素敵なあなた、お届けしました。トラッドスタイルのジャズといいますか、デキシランドジャズはもともとニューオーリンズで生まれて、そこで結構まあ、今でいうそのセレモニーといいますか、そういうところで賛美歌とかそういうの結構使われて、歌われていたようでございます。それで次の曲はですね、賛美歌の312番という曲なんですけども、日本名だと慈しみ深きですね、そういうタイトルでも、歌われております。お聴きください。What a difference, difference じゃ、What a friend we have in yes という曲です。これもアメリカ のちょうど南北戦争の時代ですね、歌われた、もともと軍歌だったというふうに聞いてますけども、南軍歌を、軍歌どっちだったんですかね。あそこ控えてた南軍の、なんか軍歌だったようなんですけど、リパブリック参加、お届けします。
お願いしました。はい、それではちょっと時間の方がだいぶ迫ってきてまして、いや大丈夫ですよ、まだ行きましょう。はい、はい、ちょっといろいろバンド内でなんか業務連絡中なんですけども、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートというとですね、明るい表通り、バンジョーも、オフィションして歌とバンジョーで行ってみたいと思います。オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート。サニーサイドオブストリートを出しました。それでは、急遽ですね、トロンボーンの石川さんの方のリクエストで、セントジェームスインファーマリーという曲ですね。これセントジェームス病院という、ニューオリンズの昔あった病院の、病院の名前を、曲名にした曲で、お聴きください。セントジェームスインファーマリー。
はい、セントジェームスインファーマル、エンディングがなんかちょっとね怖い曲が流れてましたからね、あんまりね、はい、余韻なのに、はい、次はボーカル、一応ボーカルということで、来ていただいてます、シェリー鈴木さん。はい、じゃあマイクの方お願いします。皆さんこんばんは、シェリーと申します。厚木の、ね、夜ですね、だいぶ涼しくなりました。皆様、トリディショナルの、ね、スタンダードな、素敵な、ジャズを楽しんでいただいていると思います。それでは、曲ご挨拶がてら、披露したいと思います。スワンダフルという曲を、ね、お届けいたしましょう。なんて素敵、あなたが私のことを、大好きでいてくれて、有頂天になってしまいますけれども、どうか、売らないでくださいという素敵な曲です。ではスワンダフルお届けします。世界は日の出を待っているという曲です。これはアメリカがちょうど大恐慌にあったの1919年あたりに
元気を出そうぜということで、作られたというふうに聞いています、世界は日の出を待っている、バンジョーフィーチャーでお届けします。それではお別れの曲です。When the Saints Go Marching In、聖者が街にやってくる。Oh!
どうも長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。